さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、1個前かな、サマータイムメイクアップの時の最後のここにお団子2つつけた髪型が結構好評で、あのやり方を教えてほしいっていうコメントと、あといつもここにつけてるお団子で外羽の水溜りボンドのトミーさんって言われる髪型のやり方を教えてほしいっていうコメントがすごくたくさんあったので、そちらをやっていきたいと思います。まあ、どっちもお団子の作り方は一緒なので、今回はですね1個だけ作りたいと思います。2個の場合はそれ同じのここに2つつけるっていう感じで考えてもらえたらなって思います。まあ、分かりにくそうだったらコメントください。2個バージョンも動画作ります。まあ、今回眉毛とリップだけなんですけど、最近かなり毎日のように割と厚化粧をしてたので、肌休めようと思ってるのでちょっと見苦しかったら申し訳ないです。まず今これ何もしてない髪型、何もしてない髪の毛なので、一通り一旦全体的にアイロンをかけたいと思います。で、今回使うアイロンはあゆみさんが家に置き忘れていったこれイオンアイロンみたいなやつなんですけど、130度に設定してあります。で、このクリップを使って軽く3段階ぐらいにブロッキングして髪の毛をアイロンしていきたいと思います。できるだけ細かくブロッキングした方が、なんだろう、もともとストレートっぽく見えるし、変なうねりが出ないと思います。中の色と外の色の差がね、ちょっとねなくなってきちゃったんだよね。外側の部分は上にくくっちゃうんで、そんなに重視しなくてもいいっていう感じではあります。内巻き外巻きは後からするので、まずお団子になる部分を取っていきますね。え、どんぐらいだろう、なんかこうぐるーって円描いたくらいを取ってます。あと私は髪の毛の色が内側外側色違うんで、外側の黒っぽい部分だけを取るみたいな感じでやってるんですけど、ここ別に多すぎても少なすぎても大丈夫かなと思います。じゃあ今回分かりやすいように黒ゴムじゃなくて黄色ゴム使いますね。結んでいくんですけど、極限まで結ぶんですけど、極限の1個手前ぐらいで1回ギュッて根元にこうゴムを下げます。で、最後に1回くるって縛って、で、この持ってるこの毛先の方を後ろに回します。で、これをよいしょよいしょって出すんですけど、まずは前の方を、こっちの方を極限まで引っ張ってギュッギュッて出します。そしたら後ろの方もちょっとずつ出すんですけど、あんまり出しすぎると毛先がビョーンってどっかに飛んでたりするので、まあ、出しすぎない程度にっていうのかな、出しすぎてバラバラってなっちゃわない程度に出します。で、これだとまだ形が扇形みたいにこうなってるので、ピンで留めていきます。この丸い形にしたいので、こう分かるかな、扇形をこう根元にこうやってぐるってやります。根元に向かってこうやって もう無理やり持ってきちゃって、ピンを刺してこんな感じ、片方はこんな感じです。で、もう片方こっちの部分もぐるっとしてうまいこと刺します。で、このピンで自分で好きな形にお団子を作っていく感じで、何本もね、私うまくいかないときは5本ぐらいかな刺しちゃうこともあるんですけど、こうピンで作っていくっていう感じです。で、ピンで作るので結構崩れないところはあるんですけど、心配な人はスプレーなんかでこうシューってやるのがいいんじゃないかなって思います。私が使ってるスプレーは結構前からこれなんだけど、ウェーボの6番7番分からん、これです。これめっちゃ匂いが好きで使ってます。で、この髪の毛の量はもうこうやってバラバラってやってピンで留めちゃうので、多い方がいいとか少ない方がいいとかはないと思います。ただこの扇形の端っこ引っ張るっていうか、強くじゃなくてゆっくり引っ張って根元にこうピンで留めてあげると、こんな感じでうまく丸くできることができると思います。残りのこの前髪とか横の髪の毛を自分の好きなように巻いたりしていきます。
でどうしてもここの脇の毛がもわってなっちゃう時あるじゃないですか。ないかな、私だけなのかな。ここがどうしてももわってなっちゃう時はこのマトメージュを使ってこうグイって上に持ち上げてます。超簡単なのに若干こうなんて言うんだろう、手かかってるなみたいな、おしゃれやなみたいな感じができると思うので、よかったら試してみてください。でもし私の動画見て試してくれたよって人はハッシュタグバナオをつけてツイートしてくれたらなと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。